はい、こんにちは。はい、こんにちは。解説の投資です。キャスターのスイカです。はい、乾杯。乾杯。いやちょっとね、なかなかこれやってなかったんですけど、久々にちょっとどんどんやってみたいと思うんですけど、今回から性能手編終わって、はい、3部作、スイカちゃんトレーニング編なんですよね。おー、続きますね。はい、その前にね、スイカちゃんの映像で撮ったサイドマウントのやつが出したんですけど、一回ね、その後セノーテが入って今この回なんですけど、はい、まあ、どんな、そうですね、どんな講習で、そう、2週前のやつは、はい、結構上手くなってからの、そうですね、少し練習をさせていただいた後のやつなので、はい、これもう初めてですね、はい、初めてですね、初めての、はい、初めてのサイドマウントということで、はい、本当講習の場面から出てる感じで、はいはい、やってみたいと思いますけど、はい、今日はなんかね、風がビュー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 いってるんですよ。北風ですごい風ですよね、はい、本当はね、今日はサイドマウントの練習をしたいって言ってたんで、はいはい、これでちょっと準備してたんですよ。あ、ありがとうございます。はい。そしたらなんか電話かかってきたら、あれでしたね。すいません、くじけました。はい。寒くて？寒かったのと、ちょっと二日酔いの方がですね。そう。さすがですね。なかなか治んなくてですね。はい。じゃあ、いよいよちょっと始まりましたけど。始まりましたね。はい。二日酔いじゃない時の話ですね。はい。はい、これはもう感想を入れながらちょっと言っててください。あ、これですね、最初機材のセッティングがもうとにかく時間がかかるのと、時間がかかるというか、最初やっぱ慣れないと大変ですよね。体にこれ合わせるところからいろいろ調整してってやってたので、うん、あれですね、ちゃんとぴったりしてないとやっぱり、ね、これなんかさ、動きが乙女じゃない、はい、そんなこと言わないでくださいよ。乙女とかね、考えてる場合じゃないんですよ、これは。あ、そうかそうか。あ、でもね、この前これ今見てるんですけど、はいはい、俺スイカちゃんスイカちゃんって呼んでて、うん、なんでスイカちゃんなんだって気持ち悪いって言われてて、おかしいなと思って、本名スイカなんですって言ったらみんな納得してくれた、はい、あ、よかった。そう、本名がね、スイカなんで、普通に呼んでるだけです。あ、これやりましたね、陸上でやりましたね、このどっちに回すか、はい、だからこれね、覚えとくといいんですね、はい、だから逆なんですよ。だから開けるがこっち、こうね、はい、閉めるのはこう。だからこれをね、覚えておくといいですね。そうそう。だからとにかく逆。だから閉めるときは、はい、閉めるとき。あ、そう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 。だからこっち側が閉める。閉める。そうですね。あー、美味しい。これ今何やってるところですか。今ね、だからあれ、エアシェアの手順を陸上で教えてもらってるところですね。でね、これね、ちょっと TDI のすごいやり方なんで、僕はね、TDI のインストラクターでもあるんですけどね、うん、ちょっと指導団体によってちょっとやっぱり違ったりが、そうですね、やり方が変わってきて、なんかね、はい、どっかの団体だと、はい、こっち、コンピューターは一つしか持っちゃいけないとかね、ドライスーツじゃないとダメとか、ね、ドライスーツじゃないとダメ、でしかもドライスーツのファブリックだからネオプレンじゃダメって、はい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 、まあいろいろあるんですけど、今回は TDI でやってましたからね、はい、それぞれいろんな意味があるっていう、ね、そうそう、それぞれこの港やっぱ綺麗ですね、この港、うん、だけどまず最初はやっぱりね、そうですね、細いからね、もうまずタンクのつける位置とかが全然違ったからね、なんかもう結構、浮いてる感じありますね、あんまり、で俺がこうちょっと、はい、俺はね、あんま上手くないんですよ。でこうやられてるんでね、最初やっぱ中心浮力取るところからね、そうね、でもね、やっぱり、はい、特に頸部は完璧に中性浮力取れないとダメなので、うん、
そうです、うん、ね、セカンダリーに交換。ちょっとやっぱりちょっとこれ老眼なんで、やっぱりこれちょっとこれ見えないからこれつけてやろう。はい、スイカさんやってみましょう。はい、リグレターチェンジ。これあれですよね、両手で変えるパターンと、うん、右手だけ、左手だけみたいな、もう結構練習しましたね。でもね、はい、本当に全部片手でできればいいので、でこの前片手で全部やってたからすごくすごいなと。片手でも意外と私結構難しいなってちょっと思いました。だからスイカちゃんカメラとか持つからね、はい。そうですね、片手でできるようになった。なんか2倍速でやるとちょっと面白いですね。でもね、これいちいち声出してイメージでやると、はい、いいので、だからファンダイビングでしばらくはあの S ドリルっていうのをやるときに全部やって練習してから入るといいかもしれないですね、はい、僕で1回シミュレーションしとくと焦りがいいですよね、うんうん、だからサイドマットの更新の時はこうやって、はい、あのこういうチェンジのやっぱりオープンウォーターよりの普通のシングルよりやることが多いので、そうですね、なんかすごくいろんな手順を練習したような記憶がありますね。だからチェンジを、はい、なんか俺すっげえ早くやってるから、これ倍速なんだよね。あ、倍速です、倍速で、俺超早いな。倍速にしてます、うん。そういうのあったらコースに回します。ご方向のサインを出し進みます、ね、でもね、これちょっとね、今度今 ATA っていう団体をちょっと作ろうとしてて、はい、もうできるんですけど、はい、ATA はね、多分ねこれも練習するんですけど、はい、ここでタンクチェンジしちゃいますね、多分。あ、ここで渡したらその場でここでやった時に、はい、そのままタンクをお互いにチェンジして付け替えちゃう。なるほど、うん、これで出してこれ行くよりも、出してこういう風にやるよりもパンパンって外しちゃって、タンク渡してタンクもらっちゃった方が、そうするとね、タッチコンタクトじゃなくてバンプ&ゴーでいいので、はいはいはい、バンプ&ゴーの方が早いんでね。で、渡してる方はもう進みながらつけられるんで、はいはいはい、はい、うん、だからそっちの方がいいのかなという。どっちもできた方が、はあ、だからもちろんこれはできないといけない、うん、だから一科目増えちゃうっていう感じね。下がってますね。これ取れてません、うん、あ、取れてないのか、うん、だからどうこうどうやっぱりつける、だからね、まず BC が合ってないんだよね、細いから。あ、もっときつく締めないといけないってことですね、これね。だから一回ね、どっかでやって本当に全部この位置をさ、入って、それで、一回外して自分どこの位置がぴったしになるかっていうのをやって、印つけてからっていうのをやった方がいいかもしれないね。そうですね、すごい下がってますね。外れてる、外れてる。いや、もうね、下の方に行っちゃってるんだね。 あとね、ここがすごい緩いので、はいはいはい、グッと来てないから。なんかやっぱ下手くそですね、めちゃくちゃ。恥ずかしいな、これ恥ずかしいっす、これ。めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃだし、もう浮きまくってるから。このね、シリンダーを置いていく。はいはい、バルブを閉めて、ね、で、ホースを閉めて、でね、これ置いていくっていうのが、はい、やっぱりあのね、ま、そんなにはないんだけど。あ、そんなにはないんですね、こういうパターンは、はい、ただね、狭いとこ行くときね、はい、に置いてったり、チェンジしたりするっていう時には置いてったりすることはあると思うし、はいはいはい、
だからこれをやってるサイドマンでやってるってことは置いていくんであればエアチェンジやっぱりチェンジしちゃった方がいいんじゃないかな。頑張ってます。でね、これやっぱり今置いた時にはもう浮力がだからもうついちゃってて浮力調整してもしょうがないので、なるほど、早めに、うん、そうで置いて離したらついたら浮いちゃうので、はい、でここでそう上げた時に沈むのでエアを入れる、一緒に上げると同時にエアを入れる、はいはい、なるほど、原理は分かっててもなく、まあまあまあ、最初だからね、だいぶ上手くなってるから反省会みたいになってるんですけど、テンションがそう、反省会になってるめちゃくちゃ下手だわ、みたいないや、でも今は、あの、ねえよかったね、だからこのバンジーの、これはまだあんまやってないよね、あの、後からやったけど、後から、はい、後からこの時はやってないと思ってね、やっぱりこの時やりませんでしたっけ、やったのすごいです、いや、その後であのちゃんと講習の時にやったと思う、はい、でここ講習に最高だからやっぱり徳之島ね講習しやすいのよ、ここをすごくやりやすかったですね、うん、この間もねカバーンの講習の人がいてここでやった、はい、穏やかだし、もうだんだん上手くなってきてね、ちょっと安定しだしました、うん、まだちょっと頑張って泳いでる感ありますけどこれで終わりなのかな、あ、意外とあっさり、これ何言ってんだ俺自分で喋って、まあまあまあね、サイドマウント講習ね、まあいい感じで、できてると思うので、これは続けていただきたい、いただきたいなと思いますのでね、はい、そのうちね、もうあと何年かしないうちに水中探検家、積田スイカとかね、もうデビューしてんだけどね、デビューはしてるのか、うん、でもやっぱもっとちゃんと練習しないと、ただね、まだまだ怖いですね、やっぱり探検家でやってる時には誰に守ってもらうわけでもなくやってたので、やっぱりそれができるようにならないとやっぱりちょっと難しいかなとは思いますけど、そうですね、じゃあ来週は、来週はいよいよね、カバーンの、はい、講習の始め、はい、始めのところ、前半ですね、前半ですね、それをやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、チャンネル登録、それからね、これはまたウォーターワールドと別の、スイカちゃんメインなんで、 これだけ見たいっていう人でもチャンネル登録してくださいよろしくお願いします、これが1000人いったら多分スイカチャンネルっていうのができると思うはい、よろしくお願いしますありがとうございました、はい、それではまた来週。